どうも、ねずっちです。郵便ポストに、弁当のゴミを捨てたっていうことでね、イギリス国籍のですね、37歳の男が逮捕というのがありました。理由が本当ふざけてましてね、ゴミ箱だと思ったっていうんですね。何なんでしょう、ひどい発想ですよね。発送するのは郵便物だけでいいからね。ねえ、しかしこれがもしね、あの弁当じゃなくてね、ジュースの空き瓶かなんかだったらね、これは何だって言われて、これは手紙です。手紙なわけないだろ。いえ、ちゃんと便箋してますってね。言えないか。言えないね。まあしかしね、ほんとね、まあ弁当のね、ゴミなんか入れちゃうと、他のそのポストの中に入ってるね、手紙なんかも汚れたりとか、シミがついたりするわけですよ。シミだらけの手紙とか来たら嫌な気分になるよね。なんでこんなことなってんのってね、手紙だけに、その背景が知りたい。ねずっちです。では、また。